上野東方劇場、上野宝塚劇場は、東京都台東区上野に存在した、東方系列の映画館。1954年12月13日開業。1階に、放画上映の上野東方劇場、地下1階に、洋画上映の上野宝塚劇場の日館を用した。開業当時の上野方面は、戦前の下役時代から存在していた、上野日活館のほか。 1951年に、新東方のロード召喚だった、上野パーク劇場、オーク大倉映画直営の上野幸楽座、1952年に幸楽座と同じ、オーク大倉映画系列の上野スター座、1953年に、小畜系の上野小畜映画劇場が、相次いでオープンしており、東館開業から3年後の1957年には、東急系列の洋画ロード召喚、 上野東急がオープン。ニュース劇場などを含めて13スクリーンの映画館が上野方面に存在していた。細谷隆博は小学1年の頃に岡本喜八監督のドブネズミ作戦を見たことを映画芸術のインタビューで語っている。有楽町や渋谷と並ぶ東方系の機関劇場として長らく親しまれたが、 築49年を経て老朽化が進んだこともあり2003年8月31日に惜しまれつつ閉館となった。1971年6月1日に上野宝塚劇場東映映画風切り館になる。上野東宝、上野宝塚跡地に建てられた上野バンブーガーデン2005年4月跡地に上野東宝ビルが新築完成するが、 映画館は作られず、飲食施設、上野バンブーガーデンがオープンした。その後2017年11月4日、松坂屋上野店などが入居する、上野フロンティアタワー7階の10階に、東方シネマズ上野が、グランドオープン。14年ぶりに、上野方面に、東方系映画館が復活した。単独シリーズ作品、ゴジラシリーズ、ドラえもんシリーズ、たのきん。 トリオスーパーヒットシリーズ、刑事物語シリーズ、うるせえあツラシリーズ、オンリーユー、にビューティフルドリーマー、4。ラムザ・フォーエバー、モスラ単独シリーズ作品、エイリアン、スター・ウォーズ、インディ・ジョーンズ、バック・トゥ・ザ・フューチャー・ハット、AB ・エビー1953年の映画館、消えた映画館の記憶。当時の新聞における、東方配給の放課広告では上映館のトップに、 有楽町や渋谷とともに、上野の映画館が記載されていた。北海道札幌市にあった、同じ東方形の映画館、札幌日本劇場も同じ日に閉館している。全国映画館、騒乱1953年版時事通信社、1953年、黒船亭のお話、洋食黒船亭、2013年9月13日閲覧、磯田つとむ、 稲川片うど。細谷高博インタビュー川向こうの映画館で。映画芸術。2013年9月13日閲覧。上野フロンティアタワー2017年11月4日。開業。J フロントリテーリング。http コロンスラッシュスラッシュ www.j-front-retailing.com スラッシュデータ。 ニュース2017914上の JFR に PDF2017 年11月4日閲覧。東方シネマズ上の施設紹介。東方シネマズ2017年11月4日閲覧。ありがとうございます。